ようございます。おはようございます。お箸おもろいな。おはよう。おはようございます。フードマンです。昨日前髪切ったんよね。どう？いい感じじゃない？おふにいさんありがとうございます。イエイ。バンジャラモンスターさんありがとうございます。そう、フードマン。おはようございます。DJ っぽい格好してる、ほんと。そう、ももさん、ももちゃん、おふにいさん、くりちゃん、ありがとうございます。よき前髪ね、昨日一人でね、バッツンバッツン切っとったんよ。してるね、結構短くなってしまった。めっちゃ短くない？まあいいか。痛い。銀河美中年さんありがとうございます。そう、自分で切った。変。おはよう。りんたろうさん、ササパンダさん、マツさん、ありがとうございます。おはようございます。前髪置き、ありがとう。イエイ。痛い、指が折れるとこだった。おまゆが好きなん？お眉か。おはよう。そうだよ、もうパッツンしかできてやらない。自分できるの怖くて無理。さっきももともと怖かったんですけどね。照明さんありがとうございます。DJ ラウト握手したい。おはよう。おんまゆはね、似合わんのよ。さっき顔がでかいから多分似合わん。おはよう。切るのうまい、ありがとう。初めて成功したかも。じゃあ初めて、じゃあ成功しました。どうやって切ってるん？今の濡れたら、濡らしたらね、意外といいように切れますよ。はよ、慣れた。昨日は上手にできた。りんたろうさんありがとうございます。おはよう。うん、テブニャンさんありがとうございます。めっちゃ腰が痛い。あ、今日セットコイ T シャツ。おはよう。あー、くびれそう。おはよう。すっぴんだよ、まだリップだけ塗ってる。うん、今日じゃなくて昨日の夜中ぐらいにね、ずっとみーちゅーと喋ってた。ずっと。そうなんだ。
みちゅとねずっと喋ってた。おはよう。園長さんありがとうございます。瀬戸恋 T シャツ買いそびれた。え、瀬戸恋 T シャツです。かわいいよね瀬戸恋。スーパーリチャンゴの人ありがとうございます。乃木恋が思い浮かぶ。確かに瀬戸恋 T 欲しい。さきが着たやつあげるよ。おはよう。おはー。ミッチーさんありがとうございます。最近すっぴん、でも昨日メイクしてたけど。ミッチーさんありがとうございます。待って、絶対すっぴんじゃないんだよな。待って待って、すっぴんだよ。ほら、アイシャドウ塗ってないじゃん。夜更かししてたみちゅと一緒に。みちゅとね、なんか最近めっちゃ話すんですよ。フードマン。DJ ラーのね、あのジュニアジュニア、うん、ジュニアよ。どんな話したか秘密？いや、なんか特に大して内容の濃い話はしてないです。みちゅとりんたろうさんありがとうございます。ん？ナイストゥーミーチュー。そうそうそう、ナイスチューミチューの人。瀬戸恋 T シャツシンプルで良きね。いい感じ。これめちゃくちゃ眠い。起きろー。夜配信も見れるんでしょ。瀬戸編 T シャツ。なんだそれ。なんじゃそれ。スタジオの話、うん、まあ、スタジオの話もしたし、なんだろう、何の話って言われたらちょっと分からんけど。大地さんありがとうございます。おはよう。みっちゅ、メイクしてるように見える？嘘、してないけど。イエイ、今メイクしとるっていうことにしとこじゃ。しとるように見えるのであればそういうことにしとこう。おはよう。一瞬髪が赤く見えた。これ中が赤。大地さんありがとうございます。あ、何時に寝た？え、わかんない。でもそんなに遅くもなければ早くもないって感じだったかな。やっぱここが安定なんだ。やっぱここがいいね。ここが安定なんだけど、なんか全然顔が見えんかった。顔が見えませんね。スタジオやりたいねってみちと話してたよ昨日。にゃー、おはよう。 GDAD さん、バンジャラモンスターさんありがとうございます。みちゅが3人でみちゅ。上手上手上手。
上手です。やっほー。え、ラーさん赤く見えた。本当？ナーさんありがとうございます。もうすっぴん好きなんで付き合おう。すっぴん好きなん？さきもすっぴんよ。すっぴん好きなのは嬉しいね。でもりんたろうさんありがとうございます。菅原さんに変わったとは、うん、スタジオが一番や。嬉しい、ありがとうございます。藤森さんありがとうございます。飛ぶね白く。あスタジオがいいよね。わかる、それはわかる。赤井さんありがとうございます。スタジオまたやってほしいね。みちゅに言って、4月中にやろうってみちゅに言って。みちゅに、全部みちゅに言って。メイクはね、朝はなんかちょっと時間がなくてできんかった。やろうと思ったんだけどね。ちょっと待てん。すっぴん、すっぴん見せない女の子もでもすごいよね。毎日メイクしてるんよ。グラッチさんありがとうございます。最近すぐメール返信してないだと思ったよ。今日カーテン開けてるから溶けそう。グラッチさん、スエンさんありがとうございます。俺もよくすっぴんで家出る。おそろい。おはよう。飛ぶ飛ぶ飛ぶ。飛ぶ。白くなってる。おはよう。おはようございます。うん、みちゅに決めてもらう。うらっちさん、赤井さんありがとうございます。メイク何秒かかるん？1800秒ぐらい。言え方、1800秒ぐらいかな。最強はツインテール、トトルトトトルトトル。まあでもわかるよね。好きな人にはね、すっぴんを見せたくないっていう女の子も世の中にはたくさんいますから、いますからね。皆さんもそうですか？タピオカアイスがもうなくなるかもしれん。え、買いに行こう。買いに行こう。おはー。僕もすがにデロ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 だっ。血出てるよ、血出てるよ、頭から。さっきはスピー風のメイクが似合うと思うよ。スピー風メイクを一回さっきも挑戦しようと思ったんですけど、なんかスピー風メイクってどういうことって思って、
やめました。やめまして、もう今本当にメイクしてない。おはよう。久しぶりに、おはよう、おはようございます。30分、わお、赤くなった、光った。30分、お、そう、よくわかったね。アメ村の三角公園で待ち合わせだな。待ち合わせやでー。結婚するとそんなことなくなるけどな。あ、そうなんだ。赤井さん、ありがとうございます。ともちゃんさんもありがとうございます。すっぴんね、見せれない子もいるんだよ、世の中には。さっきは見せれるけどね。チュチュチュ、タピオカアイスは美味しいの。美味しい、メタメタ美味しいから食べてみて。おはようございます。すっぴん風に見せるメイクってさ、もう多分やらん方がいいと思う。思わん？やらん方がね、いいと思う。やらん方がいいと思う。もうすっぴんのままの方がいいよって思う。いや、すっぴんが一番可愛いのはね、新谷ののかよ。新谷ののかだってね、あの子メイクしてないもん。いつもメイクしてなくて、あれよ、強い。やっぱ若い子は強いんだよ。中学生組とかマジでもうノーメイクでもね、もう可愛い、めちゃめちゃ可愛い。それはなぎちゃんやん。え、わかった、待ち合わせやで。よくわかったね、待ち合わせやで。ともちゃんさん、ありがとうございます。おはよう。待ち合わせやで。りんたろうさん、ありがとうございます。ナチュラルメイク？だからメイクしてないって。メイクしてるように見える？逆に。久しぶり、お久しぶりです。メイク取るとのっぺらぼうよ、先なんて。今のっぺらぼう、なんかもうこの世の終わりみたいな顔してる。赤井さん、ありがとうございます。いや、本当に中学生って本当にすごいよ。若いのってすごいと思った。めっちゃね、すっぴん可愛いからやばいよ。中学生に勝てる子はいないよ。ソラハも可愛い。確かに中学生みんな可愛い。ちっちゃい子が好きなだけやけど、先が。おはよう。なんか面白いこと言って。やめ、思いついたけどこれは言えれん気がするから、また今度言うわ。また今度言うね。おはよう。おはようの言い方好き。おはよう、ありがとう。ともちゃんさん、テイカーさん、ありがとうございます。
リップ塗るだけでね、全然違う。俺はすぐに始まった？本当？本当？本当かいよ。本当かいな。相馬さん、ありがとうございます。みーちゃんはさっきの中で年下。あの子は年下だよ。みーちゃんはさっきの中で年下だから年下なの。みーちゃんは年下です。面白いこと思いついたけどね、これさっきのネタじゃないんよね。あーちゃんなんよ。あーちゃんネタだからやめたく。相馬さん、凛太郎さん、バンジャラモンスターさん、ありがとうございます。1時間しか寝てないの？やば、寝なきゃじゃん。さっきはいっぱい寝たよ。さっきは何歳くらいからメイクしてるの？中3とか。うん、中2かな。あ、痛い、手が痛い。中3の時に始めたかな。中2とか。赤井さん、相馬さん、ありがとうございます。学校行ってくる。いってらっしゃい。そうだよ、さきちゃんの絵が本当に好き。嬉しい、ありがとうございます。ブロンコさん、ありがとうございます。俺も8時間しか寝てない。結構寝てるやんか。うん、結構寝てるじゃんかい。中二病。そう、中二病でちょっとメイクしたいなみたいな感じだったのよ。相馬さん、ありがとうございます。嫌になってしまった。中学校やからまだまだ若さわけなんか言ってる。さっきより年上じゃんか。早く嫁の世話でいいじゃん、のっちゃん。ちょっとのっちゃんいる？二人でいいじゃん。さっきの絵が最高、ありがとう。のっちゃん元気だよ。あ、ちょっとこの人すがーやって。何？中二病だった時あるよ。松さん、ありがとうございます。おはよう。うん、声がガサガサになってしまった。さっきもちょっと前までガサガサだったよ。相馬さん、ありがとうございます。イエイ。さっきおはよう、おはよう、おはようございます。そう、なんか中二病だった時あるんよね。一回だけ。仕事行くからほんの少しだけやけど、ごめんな。ありがとう。いってらー。メイクした時、友達の前に出ていくのちょっと勇気いったでしょ。いや、全然。そのさきがメイク始めるきっかけが友達だったから、友達がメイクしてたから、そんなに何も
勇気も何もないですよ。前髪がね、前髪切ったんだけどね。どう？めっちゃ眠いけど頑張ってる。早く寝ないからだよ。自分の年齢忘れた。多分4歳じゃあ先3歳じゃあ先は3歳かな。今中二病じゃない、今は反抗期。反抗期と思春期。思春期って何かね、どれ分かってない。モフ兄さん、リンタロウさん、マッピーさん、ありがとうございます。授業頑張れって言って。授業頑張って、いってら。リンタロウさん、ありがとうございます。パパ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 パ。赤井さん、ありがとうございます。僕は今も中二だよ。確かに確かにね。てるくん、てるくん知ってる。チャコ吉さん、ありがとうございます。クラスメートっていうか、もう友達がいないんで、私学校に。前髪ください、あげます。前髪良き？ほんと？最近の JC はメイクしてるんか。してるしてるしてるよ。だからアリちゃんだってしてるじゃん。反抗期かな。一元いきます。いってらっしゃい、頑張って。アキももうすぐ学校行かんといけんのよね。今日は行かんけど。うらちさん、もつさん、ありがとうございます。これから早く寝ます。そうですね、偉いです。イケボ？ほに点々つけてよ。ほに点々つけろよ。ウラッチさん、バンジャラモンスターさん、ありがとうございます。知ってる？中二？前髪最高、ありがとう。でもなんかガッタガタなんよね、また変。まあいっか、いつも変よね。いつも変だからいっか、別になんか問題ないって感じよね。友達の作り方わからんけど、さきが友達になってあげる。おはよう。相馬さん、大地さん、ありがとうございます。フードマンなんだけど、フードかぶってないよね。学校行っとる？行っとるよ、行っとるわ行っとるわ。大地さん、相馬さん、ありがとうございます。今日明日はね、お仕事なので、お仕事に行ってきます。ガタガタ可愛い。ガタガタしてる。嘘、ガタガタしてるよね。でもほら、ガタガタ、へえ、ガタガタしてるかも。ミントってあんまり。前髪、ここで配信しよう。ちょっと赤井さん、ありがとうございます。バイト行ってきます。行ってらっしゃい。いや、自分で切ったんだよ自分で切ったからもうガタガタなんだよ。悪い？変な子ではあるねえ。否定してよ、否定してよ。中二病っぽい？
中二病、不登校じゃないよ、学校が少ないだけ。明日誕生日？覚えてる覚えてる覚えてるよ。目の白い部分本当に白いね。え、目のとこ白くない人っているんですか？真っ白だけど。どんな、どんな髪の毛？クワガタ？呼んだ？呼んでない。前髪ガタガタ？わあ、どこ？髪切った。ワイ全部黒。え、いいな。いいな。黒目大きいの羨ましい。裏山 B だけど。相馬さん、ありがとうございます。ん？真っ赤なんですけど。え？私の目？赤いですか？で、フェロモン感じたのだが。フェロモンって何？黒目大きいね。ありがとう。仕事行ってくる、行ってらっしゃい。おはよう。ん？映るはがん？漢字わからん。相馬さん、ありがとうございます。失敗したが、俺がバリカン貸してあげるよ。ねえ、ひどいひどいよ、それはひどいひどい。ともちゃんさん、ありがとうございます。学校行くから落ちる、いってらっしゃい。前髪よき。まあ明日撮影なので、明日が良ければそれで良い。赤井さん、ありがとうございます。マッピーさん、お誕生日なの？ディファイン入れたら黒目が大きくなる。確かに。コンタクト透明しかつけないタイプ。さっきの願いに答えよ。前が身がとかた。ひどいひどいよ、ひどいひどいひどい。マッピーさん、お誕生日なの？学校行ってきます。いてらー、いいな、さっきも学校行きたい。ともちゃんさん、ありがとうございます。マッピーさん、お誕生日？ハムみたいなメモに書くわ。パプアニューギニア。俺、強敵と戦う時だけ目が誰だよ誰だよそれ。黒い火が出るの？どういうこと？すごい、さっきより中二病よ、それ多分。シャリンガン？シャリンガンって何？どういうこと？ペンどこ？ペンペンペン。あたたたた。マッピーさん？パルトと誕生日一緒なの？そうじゃん、今日パルト誕生日じゃん。パルトと一緒か。あ、パルトじゃん、そういえば。パルト今日誕生日。
もちゃんさん、りんたろうさん、ありがとうございます。いいね、パルトと一緒の誕生日やん。パルト誕生日プレゼント何あげよう。柔道着でいいかな。ハッピーバースデー、おめでとう。はい、あ、音が鳴ってた。お誕生日おめでとうございます。おめでとう。ハムみたいなメモですこれ。かわいいですか。誕生日おめでとう。いいな、お誕生日。さっきも誕生日になりたい、早く。相馬さん、ブロンコさん、ありがとうございます。うん、岡山ってどこ。岡山も知らないの、やべえよ。ワンジャラモンスターさん、ありがとうございます。柔道着あげます、パルトには。富山しか勝たんやろ。富山ってどこ。富山県、あ、琵琶湖があるとこじゃなくて、違うわ。あ、富山県はあの静岡の近くかな。知らん、わからん。マカロンかと思った。ハムです、よく見るとハム。瀬戸内しか勝たんよね。ねえ、付箋メモ、メモだよ。モフ兄さん、ありがとうございます。俺も誕生日になりたい。誕生日、あっちの2ヶ月で21ちゃい。わーい、大人だね。さっきの字かわいい、ありがとう。長崎は長岡、長岡県ってある。長崎と長島、長島は違うわ。長岡、長崎と長野県、長崎はあの九州の方かな、違う。なんか、難しい。富山県はね、多分新幹線で通るとこね、いい感じに。おはようございます。アルファベットがかわいい、見える。長岡、岡岡、長崎チャーメン。日本地図書いてみて。ざっとなら書けるよ。新幹線通ってる。かわいい字、ほんと？あと3分？嘘、8時まであと3分？本当だ。やべやべ、誕生読まな。バカにしてないよ。何？何を？愛媛知ってる。愛媛は四国。早すぎ、ごめんね。先早く大人にならなきゃ。大人になったら夜まで配信できるよ。
じゃあ壇上を読みます。愛知は名古屋、愛知、あ違う、愛媛、愛知は多分名古屋だった気がする。名古屋県、あ違う違う、愛知が、あんま喋らんとこは。壇上を読みます。13位、お13位、カズさん。11位、フクチャンスさん。9位、相馬さん。7位、スエンさん。5位、モフニーさん。ありがとうございます。13位、ベロベロチーノさん。10位、バンジャラモンスターさん。8位、ミッチーさん。6位、ともちゃんさん。4位、マッピーさん。ありがとうございます。お誕生日おめでとう。ありがとうございます。3位、大地さん。2位、赤井さん。1位がうらちさんです。ありがとうございます。じゃあ今日も一日頑張ってください。頑張ってね。せーの、わいちゃん夜配信もやります。バイバーイ。ピース。